エマーソン・エモリーは、テキサス州ダラス出身のアメリカの内会及び、精神科医であった。エモイは、幼い頃から医者を目指し、第二次世界大戦中に、米国陸軍のクォーターマスター軍需品に使える、前に、プレイリービュー州立工業大学へ通った。その後、ペンシルベニア州のリンカーン大学とテネシー州、ナッシュビルのメハリー一科大学で学んだ後、エモイは、 アフリカ系アメリカ人の医師にスタッフの特権を与えたテキサス州ダラスで最初の主要な病院であるセントポール病院で研修を行った。エモリーは1960年にサウスダラスで内科を専門とする個人診療を開始する前、テキサス州のダラスとマッキニーに位置する米国大陸軍人賞医療センターのスタッフ医師であった。1966年から エモリーは、ダラスに位置するテキサス大学、サウスウエスタンメディカルスクール、テレル州立病院、テキサス州の C5 ビルの連邦共生施設で、精神医学を専門とし、最終的には、内科と精神医学の両方の専門医師として、個人診療を再開した。エモリーは、政治や地域社会でも活躍した。彼は、最終的に選出されることはなかったが、ダラス市長に2回、 ダラス市議会に1回、テキサス州議会に1回を含む複数回公職へ立候補した。彼はまた、インプルーブ・ベネボラント、アンド・プロテクティブ・オブ・オーダー・オブ・ワールドのテキサス州コンベンション、南部キリスト教指導会議のダラス支部、およびユナイテッド・サービス・オーガニゼーションのダラス評議会のメンバーあった。彼は、サン・オブ・コンフェデレート・ベテランのメンバーでもあった。エマーソン・エモリーは、 1925年1月29日にテキサス州のダラスにおいてコリー・ベイツ・エモリーとルイーズ・エモリーの間の子供として生まれた。彼の父、コリーは第一次世界大戦の退役軍人であった。彼の両親は彼をローマカトリック教徒として育てた。エモリーは幼い頃から医者になることを熱望していた。1940年、エモリーは ダラスのブッカー T ・ワシントン高校を卒業した。その後、1940年から1942年にかけてプレイリービューステートのオマルインダストリアル大学へ通った。米国海軍予備役へ任務した際のヘルメット潜水用の潜水服を着用したエモリー・エモリーは18歳でアメリカ陸軍に入隊し、第二次世界大戦のヨーロッパと太平洋の両方の 戦場でクォーターマスター軍需品へ仕えた。1946年において彼は陸軍から名誉除隊されました。エモリーは医療の分野でキャリアを開始した後、米国海軍予備役の将尉として任命された。1972年、彼は全米海軍士官協会を共同設立し、初代会長に選出された。彼はまた、 米国海軍兵学校の議会選考委員会のメンバーも務めた。エモリーは1979年に引退するまでに最終的には海軍予備役の大佐にまで昇進した。1948年においてエモリーは23歳であった。彼はペンシルベニア州のリンカーン大学で医学部進学課程を修了した。その4年後、彼は テネシー州のナッシュビルのメハリー医科大学で医学博士を取得した。メハリー医科大学を卒業後、エモリーは故郷のテキサス州ダラスに戻り、セントポールズ病院で研修を行った。1953年12月、エモリーはテキサス州で医療を実践するための免許を与えられた。1954年に彼は研修を終えた。同じ年にセントポール病院は ダラスにおいて最初の主要な病院となり、アフリカ系アメリカ人の医師に対して特権を与えた。1954年から1956年の間において、エモリーはカリフォルニア州のドゥアーテのホープ私立国立医療センターとロサンゼルスの米国退役軍人賞病院であるワズワース総合病院で研修プログラムを完了した。エモリーはその後テキサス州へ戻り、 1956年と1957年に南メソジスト大学ロースクールで1957年と1958年にはテキサスサザン大学法学部で学んだ。エモリーは1957年から1960年までテキサス州ダラスとマッキニーの両方にあるバイセンターで主治医として働いた。その後1960年に彼は サウスダラスで内科を専門とする個人開業を始めた。1966年中の2ヶ月の間、エモリーは米国医師会のベトナムプロジェクトへボランティア医師として参加し、ベトナム市民への医療サービスを与えた。これはアフリカ系アメリカ人のボランティア医師としては初めてのことであった。エモリーは彼の医療分野でのキャリアの次段階として精神医学に深く関わっていた。 1966年から1969年の間、彼は、ダラスのテキサス大学サウスウェスタンメディカルスクールで、精神医学のフェローを務めていた。その後、テレル州立病院で、精神科医を務め、テキサス州シン語ビルの連邦共生施設で、精神科サービスの責任者を務めた。彼は、1972年に開業医に戻った時、内科に加えて、 精神医学を専門とした。1979年には、エモリーは彼の医療方法において、麻薬を不法に分配したとして非難された。彼は法廷で身を守り、彼は中毒者がより厳しい薬物と戦うのを助けるための麻薬の必要性を主張したが、結果的には、彼は有罪とされ、2年の刑を宣告された。 エモリーはダラスにおいて政治活動に関与した。彼は選挙において勝利を得ることはなかったが、ダラス市長に2回、ダラス市議会に1回、テキサス州議会に1回を含む数回公職に立候補した。1962年、エモリーはインプルーブベネボレントプロテクティブオーダーオブエルクオブワールドの医療調査官に選出され、1965年には彼は エルクストリニティロジの地位の高い支配者として選出された。エモリーは南部キリスト教指導会議のダラス支部の活動的なメンバーであり、1993年には事務局長に就任した。1970年、エモリーはユナイテッドサービスオーガニゼーションのダラス評議会の最初のアフリカ系アメリカ人議長を務めた。また、同じ年、 1970年、エモリーは、ワシントン DC で開催された、ホワイトハウスの子供と若者に関する会議の代表者でもあった。エモリーは、ホームレス、成人の麻薬中毒者の治療、及び、懲役刑に服した元有罪判決者の投票権の強い支持者だった。また、エモリーは、公民権の推進のための訴訟の有効性を信じ、ダラス氏 ダラスインデペンデントスクールディストリクト及びテキサス大学サウスウェスタンメディカルセンターに対して訴訟を起こした。1990年代にはエモリーは中央高速道路の拡張中においてダラスの歴史的なフリードマン墓地を保護する援助に貢献した。彼はまた、正義、よし、法と秩序のための黒人市民のための活動を行った。 エモリーはペギー・リリアン・ヘラルドと結婚し、別居する前に3人の子供を設けた。エモリーは自分自身を歴史マニアだと考えており、特にアメリカ連合国の歴史に興味を持っていた。奴隷所有のアメリカ連合国の伝統を否定的にみなす傾向があるアフリカ系アメリカ人の間の共通の考え方から逸脱して彼は彼自身が マンスフィールドの戦いで殺された第17、テキサス騎兵隊のメンバーである、ヘンリー・シー・ハンコックの子孫である、可能性が高いことが分かった後、サンズ・オブ・コンフェデラット・ベテランズに加わった。1998年、エモリーは、ワシントン DC に新しく剣道された、アフリカ系アメリカ人南北戦争記念館において、サンズ・オブ・コンフェデラット・ベテランズを代表して、詩を読み、 花輪を捧げたいという願いを全国的なニュースを通して発表した。しかしながら彼の願いは拒否され、エモリーは真夜中に記念館を訪問し花輪を捧げた。エモリーはまたアーリントン国立墓地内の無名戦士の墓に南軍の旗を立てることを要求したが、これも拒否された。1999年、エモリーはオースティンで開催されたサンズ・オブ・コンフェデラット・ベテランズの テキサス連邦遺産祝賀会でゲストスピーカーを務めた。エモリーは2003年1月28日、ダラスのメソジストメディカルセンターにおいて、がんによる合併症で78歳の誕生日を前にして亡くなった。彼の葬儀ミサは、テキサス集団カウンビルの精霊カトリック教会で行われ、ダラス南部のカーバー墓地に埋葬された。1966年、エモリーは、 米国国際開発庁の人道賞を受賞し、1969年には、州派間大臣同盟から、人種関係の卓越した業績に対して、表彰を受けた。1973年、エモリーは、ダラス国人商工会議所の100アワードの医学賞を、授与し、1990年には、ジュニアブラックアーツレターズアカデミーから、ダラスリビングレジェンドの名を受けた。エモリーには、 コミュニティサービス、政治活動、そして彼の信念へ貢献した。彼のモットーは言葉ではなく行為であった。エモリーの活動について意見した人々は彼の見解が矛盾しているように見えることがよくあった。例えば、一方でエモリーはアフリカ系アメリカ人の市民権を強く支持し、その一方では南軍の遺産と南軍の兵士の勇敢さを受け入れた。 エマーソン・エモリー博士のオフィスは南軍の旗がヒラリー・ロダム・クリントンの写真と壁のスペースを共有している数少ないオフィスの一つあるとダラスモーニングニュースのデビット・フリックは記事にしている。フリックはエモリーをしばしば矛盾した驚くべき信念を持っていた人と述べた。ありがとうございます。